皆さんお疲れ様です。弁理士の渡辺です。今日なんですが、一発合格者の稲田さんに来ていただいて、いろいろとですね、そのクラスの雰囲気とか、あと受験ですね、動機、なんでこの弁理士を受けようと思ったかとか、レックをなぜ選ぶのかとかですね、いうところを、まあ、根掘り葉掘り聞けたらというふうに思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。稲田さんはまだ若いんですけど、今20前半ぐらいですか、20半ばぐらい、26ですね。なんで弁理士を目指そうと思ったんですか、はい、そのきっかけ自体が結構興味があるんですけど。きっかけは、大学院の授業で知財の授業を初めて受けて、あ、弁理士なんていう職業があるんだっていうのを初めて知ったのが大学院生の頃だったんですけど。それは大学じゃなくて院の時？あ、そうですね、大学院で必修で授業があって、でその先生が別途、授業とは別に知的財産管理技能検定 の、あの講座を開いてくれるっていうので、まあ、希望者を集って勉強しましょうみたいな感じのがあったんですけど、私はあんまり興味がなくてでも、あれだよね、もうその入門講座を受けてもらった時は2級まで取ってたよ。あ、そうなんです。確か、じゃあ一応真面目には勉強した。いや、もう受けない受けないって言ってたんですけど、友達が、いや、ちょっと就活にのためには、あ、そうね、そう、あの資格のもう1個や2つもっと、いいなって言われたんで、じゃあちょっと行ってみようかって渋々行った感じです。研究が好きだったんで渋々行って、受けたんでしょ。まあ、あ、そうですそうですそうです、受けて、で面白かった、で3級受けてちょっと調子に乗って、じゃあ2級受けようかなって、2級受けて受かって、でその2級の勉強の時に、大学のに所属してる弁理士の先生に、いろいろ質問してたら、ちょっと盛り上がり、楽しくなり、もっと知りたいなってなった時に、先生が、次は弁理士でしょ、真面目だから受かるよってお墨付きをいただいて、あ、そうなんですね。そうなんです。それでこうちょっとじゃあやってみようかみたいな、そうです、そうです。で、それで勉強しようとなって、で最初はあれじゃない、確かまだ会社に入る前ぐらいの時にガイダンス来てもらった。そうです、就労書いてる時に、そうか、就労書いてる時に岐阜から京都に来て、出てきて、そうです、そうです、先生のガイダンスをね、受けてもらって、いや、だからそれすごいなと思って、いや、1年目の仕事をする時とかの不安というか、いや、両立できるかなとか、環境からとかあるでしょ、そので、ね、中部地方から出てきて住むとこも違うし、職場も初めてだし、仕事も初めてで、いや、結構ね、二の足踏む人がいるんですよ。1年目、2年目から受ける人多い、2年目の人、まあ、今年も1年目の人もいるんだけど、いや、なんで やれたというか、まあ、その人の気質にある病院とか、楽観的だった。趣味がない、あんまり趣味がないんで趣味ある、稲田は趣味がない。そう、趣味がないので、こう就職した時に、なんかこう楽しめる何かが欲しいなっていうのがあったし、あ、まあ、1年目が一番多分時間的に余裕もあるんだろうなという予想もついてたので、それにやりたいことを我慢するっていう経験があんまりないから、あー、じゃあちょっとやりたい、もうすごいやりたくなってた、勉強として。そうです、そうです。ああ、すごい、それはすごいな。そのモチベーションはどこから来るんですか。なんでしょうね。いや、その稲田さんは僕が見てきたこの受講生の中でもかなりこう、なんていうの、試験で点取るっていうのもあれなんだけど、制度に興味がある感じ。ああ、分かる、言ってみれば分かる特許法がなんでそういう感じなんですかっていう、なんていうか、純粋な興味、子供だよね。いや、いい意味、いい意味で、いい意味でなんだけど、なんでなんだろう、なんでだろうっていうのの掘り下げ方を、なんかね、もう今まで見てきたのが多分か一番とは言わないけど、かなり上のそういうあれだなと思って、なんだろう、なんで好きなんだろう、なんででしょうね。最近、別の人ともなんで知財が好きかっていう話をしてたんですけど、いや、わからないですよね。わからない。知財が好きなのか、で、お姉ちゃんね、大丈夫、裁判官、はい、だから法律が好きなのか、でも技術屋さんじゃないですか。そうです、ね、技術屋さんって言ったらあれだけど、技術畑って言ってるでしょ、元からそういうあれなのかな。いや、法律は正直最初はバカにしてたタイプだったんで。バカにしてた、結局人間が作ったものでしょうか、ね。ああ、そうだ。でもそういうもんなんだ。そうなんだ、そうなんだ、思ってたんだ。それ人文はそうかも。社会科学は全部そう。
会計もそうやし、そうですね、その歴史とかも全部その人の作ってきてるものをやるじゃない、うん、自然科学と全然違うから、そうなんです、ね、自然を相手にしてらっしゃるじゃないですか ね、 ね、強大な自然を、強大な自然、だから興味はなかったんですけど、やってみたら面白かった、そうですね。でその友人とは結局どういう話になったんですか、なんで知財が好きなのか。いやでも友人は3級で辞めちゃったんですよ。そうなの。そうなんです、私だけ2級を興味でそうです、そうです。なんかあれ、アイドルってこう友人が勝手に応募しちゃってた女優になりましたみたいな。でもその友人は別にやってないんですけど、はい、でも彼女に感謝です、これがきっかけだったんでね。まあね、はい、おかげさまで楽しくさせていただ、はい、いや質問が純粋なのでこっちも、まあ、そう当たり前って思って講義をずっとしてるとそれが普通って思うことがだって質問されると、あ、確かにって結構ね、毎年学ぶんですよ、稲田さんみたいな人いると。あ、そうなんですか、うん、はい、なんか、あ、そこは確かにちょっと整合取れてないなとか思うので。いや、楽しいですよね。楽しかったね、うん、楽しかった、楽しかった。で、レックを決めた、なんか決めてというか、レック、なんでレックしようと思いました、レックにしよう。あ、もう最初から決めてたんですそれも全然話が広がらない、いいけど、うん、なんでじゃあ最初からレック、検索して合格実績が高かったので、あのレックにしようって、あ、合格者の実績が高かったっていうのでまず決めて、うん、でどこ校にしようかなっていう考えた時に、あ、大阪校とか京都校とかね、通信とか、そうです、そうです。で就職が大阪だったんで、うん、まあ最初大阪は見てたんですけど、でも大学、あ、会社の寮が滋賀だったんで、だったら休日授業ですし近い方がいいなっていうので京都校っていうのをすでに決めていて、うんうんうん、あ、そうだったね、それからガイダンスに行ったので。なるほど、特に決めた、決めてね当時でも引っ越したじゃないですか、うん、あ、そうです、大阪に、だから滋賀だったのが大阪で職場になって大阪でも住むことになって、そうなんですよ、1年経ったぐらい、あ、半年ぐらい、うん、秋ぐらいですね。あ、そうです、そうです、あ、あの時どうだった、もうでも転校できるんか。いや、考えて行ったんですよ、今日、あの梅田校に転校、行った、転校ってできます、裏切りの、あー、裏切りじゃないの、行ったの、行って、そう、行って、うん、できますよって言われたんですけど、ただね、うん、ただね、うん、いや、そう、しかもその時ってちょうど論文基礎力完成講座の時期で、私が、そうなんです、私がちょうどやる気をなくしてた頃だったんですよモチベーション、あ、そういう時期あったんだ、そうなんです、だからもう転校もちょっとしてちょっと新規一転しようかなと思ってたんですけどね、うん、なんでだろう、めんどくさかったんですよあ、好きだったんですよ、そこは、あ、そう、それそれそれ、それ言わないと雰囲気が好きだった、全然打ち合わせで打ち合わせ、まあいいけどそうなんです、そうなんです、あ、でもまあまあ、じゃあそれで一応京都校を残ってもらって、はい、まあ、正解でした、それが、仲間も多かったしね、うん、そうなんですよね、うん、いや、正解でしたね。京都校どうでした、うちのクラス良かったで、良かった点として、こういうところが良かったと、いや、もういっぱいありますよ、例えばそれは聞くために聞いてるんですよ先生自体と、まあ、道具と、まあ、その他で分けたら、まあ、先生だったらまず話が面白いんですよ、うん、先生すごい熱くなるんで、喋ってると熱くなる、熱くなる、それを聞いてるとこう心に響くものがあって、あ、素晴らしい、でこっちでも考えるようになるし、まあ、ただこう、まあ、どうせね、うん、通うならただ聞くだけだったらまあ動画でいいわけで、うん、そうそう、あの喋り方、喋り方記憶に残る感じ、あと、他の先生ってあんまり黒板使わないんですけど、うん、使って喋ってくれるんで、まあ、視覚的にもあれですし、うん、ついていきやすいっていうのもありますし、あ、素晴らしい、うん、それ良かったですね、手を動かしながらっていうのとか、うんうん、とても良かったし、あとですね、変えますよ、あと質問がしやすい、先生の雰囲気が、はい、ありがとうございます、もうすごい親身になってくれるんで、うん、面白いよね、姿勢がね、面白いよね、あ、やっぱそれに感化されて私もそういう感じだったんですか、うん、考える、そう、考える、うん、なんでだろうって言われた時に、なんでだろうって、なんでだろうなって思うじゃん、そう、でそれでこうそれっぽい理由が見つかるとまたこう嬉しい、そうなんですよ、あ、これだったら説明つくわとか、でも人間作ったもんだからさ必ずあるはずなんだ、
そうなんですよ。それをこう探すと、なるほどっていうのは自然科学でもあるわかんない。まあ、それはもうおよい。はい、はい、かしこまりました。それが良かったですね。すごい楽しかったです。うんうん。いやもうこっちも楽しめますよね。まあじゃあ、はい、そういうあれかなと。はい、いやでも、うん、あとレジュメもすごいまとまってていいんですよね。バラバラといっぱいあるのなくて、うん、論文はこれ、担当はこれ、案本はこれっていうもうすっきりとした感じ。すっきり感。そう。これね、いやもうね全部言いたいことを言ってもらったんで。喋るときに熱くなるのは、もちろん僕が勝手に熱くなるのもあるんですけど、頭に喋るんじゃなくてこう心に喋るっていうのが一つと、いいですね。心に喋るね、こう掘り込むというかっていうのと、やっぱ印象ってさっき言ったけど、はい、そう、あ、渡辺が叫んでたと、そうなんですね、っていうのってなんかね、それだけで残るじゃない。残りますね。ここ違うやと、はい、ここ香辛料と、ここ分割でここちゃうやと。はいなんかあいつ熱くなってるわっていうだけでも目覚めるし、であとレジュメはもうおっしゃる通りで、僕自身も結構苦労したのが、こう全部ドーンとこう用意されたものを渡されると意外と読まないし入ってない頭に、結局何個か自分で抜粋して捨てることになるから、あ、それもある。結局選別しなきゃいけなくなってって言った時に、少なすぎるとまあちょっとね、うん、逆に講義ができなくなるっていうか時間が足らなくなるけれど、うん、多すぎると多すぎるで、まあ、あと全部書いてあるから読んでくださいみたいになると、 そうですよね、それも良くないし、でホワイトボードに関してもあれもアウトプットだからね、一、うん、回言った内容を咀嚼して、ああ渡辺こういうこと言ってんだって書くっていうのはあれインプットじゃなくてアウトプットだから、そうなんです、実はなるほど、うん、だから手で書いて理解して手で書いたことは頭残るからっていうんでいくと、まあ、やっぱり、うん、そういう、こう全部用意されてしまって全部をどうぞってやりすぎるのは逆に言うと呼び込む弊害かなと思う、僕は。ああ、そうですよね、うん、出来上がってますからね。だからね、なんか柔らかいものを全部食べさせられてるみたいな。もう全部砕いてミキサーで離乳食で飲むだけですみたいにされると、うわ何これみたいになっちゃうんだけど、ちゃんと噛んでね、こう、うん、噛み砕いて食べると、まあ、食べたいと思うかわかんないけど残るというか、訓練になって顎が強くなって、顎を強くするためにしてるわけじゃないんだけどっていうふうに僕は思うから、うん、そういう講義設計にしてるし、まあ、今回、ね、稲田さん含めてみんな一発で受け合ってくれた仲間がいて、みんな同期になるじゃないですか。そう、その話をしたかったんですよ。ちょっとその話飛ぶ、いやいいけど、どうする。渡辺クラスのいいところは、うん、そういう受験仲間との距離感も近くなる。あ、そうね。そう、私最初、うん、実は先生とコミュニケーションしっかり取っとけば、まあそれでいいかなと思ってて、だって教える人と、うん、長年教えてきた人と、まあね、いろいろ1年間やっていけば、まあ、受かるでしょって思ってたんですけど、うん、渡辺クラスは受験生同士とのコミュニケーションがすごい密なんで、密、まあ、受かってみて分かったことですけど、あ、それ大事だったなって。2つあって、うん、1つは単純に情報戦、うん、だからまああまりここで大きく言うとあれだけど、まあ、他の予備校はこれ出したとか、うん、あとこういう問題出てたとかいう、そのわずか担当あって論文まで43日とかしかない中で、うん、1人でやると非常に非効率だけど、みんなちょっと今だったらね、LINE とかでペンってやって、こんなん出たって言って、あ、じゃあちょっと山張るわって言ってきて、分かんなかったら質問して誰か答えて、さらに分かんなかったら渡辺に聞こうとか、ね、そうなんですね、っていうのができるって、その情報戦っていう観点と、あともう一個は今日の入門講座でも言ったんだけど、人の成長は個では完結できない。おお、なんか書きそうですね、色紙に。今日はホワイトボード書いて。名言ですね。いや、誰かが言ったんだけど。で、行くと、それってだから結局他人から指摘されないと、自分の中では言ったって言っても、いや、よくわからんし。いや、そうやって採点もそうです、論文で、ね、自分は書いてんねん、うん、書いてるけど伝わってなくて点がいかへんっていう時には、うん、そこをこう自制するためにはやっぱ他人の力がいって、でその時に僕一人じゃダメなの、うん、いやだってみんなそれなりの社会人経験があってある程度文章読めるでしょそうですね、っていう人がこう見たりとか、まあ、何かのフィードバックとか議論っていうのをやることによって、まあ、初めて完結するっていうか成長できるのかなって思うと、
横のつながりは僕はマストだと。うん、私もそう思います。そうだよね。正解。そうなんだ、ね。っていうふうに思います。いやだから4人で浮かれたもんですね。ね、一発合格4人ですよ。一発合格4人だけど、あと1人選択落ちしてるやつだけど。まあそれはね、渡辺先生の力の及ぶところではないので。惜しかったなと。本当に今日もね、この後飲むんですよ。え？そうなんですよ。来いよって話です。誰誰誰本当にあの佐々木さんと岡本さんと私とあの下川さん。マジで、はい、山崎さんは、ね、東京なんで。東京そうだ。いや時間あるでしょ。すごいな。そうなんです。ちょっとこれは言っとこうと思って。っいやでもそういうのいいね。素晴らしいね。うん、素晴らしいと。まあ、ただ返す返す残念だったのは、はい、今年僕の中でももうちょっと担当は受かってるはずだった。担当の人数があれだけだったのはちょっと、うん、あれはね、まあでも論文にねその代わりものすごくみんな受かっちゃって、ほとんど受かっちゃってで、ね、当日もまあまあ受かりやすくはなったとはいえ、うん、無事にみんなね受かってくれて本当に良かったなと。担当はね、ね、あとはね、うん、まあ水物のところはまあ論文もそうだけど、うん、っていうのはあります。ちょっとじゃあ少し中身にその実生活にちょっとついて聞きたいんですけど、はい、1日の勉強時間、はい、多分これ見てる人はまあ、これから取ろうかなっていう方もいるし、今日京都校で受講しようかなって方もいるし、もしかすると、まあ、すでに受けてる人とかで、まあ、ちょっともう一回受けるっていう人もいるかもしれないし、はい、っていうところで、まあ、稲田さんが1日で何をどれぐらいこうどういうふうに取り組んだかとかっていうところをざっくばらんに教えてもらえたらと思うんですけど、最初入門講座って論文があって、はい、論文の時なんかなんでモチベーション下がったのかちょっとそれも聞きたかったんですけど、はい、だって担当があって、うん、っていう中でこう何をどれぐらいどれ、まあ、簡単に言うと何時間ぐらい平均するってやったとか。最初は20時間ぐらい、1週間で20時間っていうのを先生がおっしゃってたんですよ。僕言った21時間とか、うん、そう、それを基準に最初やってて、うん、もうね、先生の言うことしか聞いてなかったですね。えらいな。1年も続いて、それはね、素晴らしいね、そういう大事だと思いますけど。いや、うん、素直な人から分かる、うん、でな、やってたことは、先生がなんかせっかちにやりなさいって言ってたので。よく覚えてるね。もうすごい覚えてますよ。もう全部メモってましたし、せっかちにやらなきゃと思って、せっかちにせっかち、せっかちなんですよ。そうそうそう、なので、布教著作とか最初からやってましたし。あ、そうなんだ。はい、テキストもちゃんと予習はってやってから授業に行ったりとか。予習してた最初の頃は。あ、そうなんだ。最初のその担当基礎力の前の8月9月かぐらいまではちゃんとやって、で、うん、過去問も最初から回してましたし。本当にで8月の下旬でもう1周終わってたんで。本当にそれは相当優秀やな、はい、いや先生が言ってたんですよ。俺言ってた。だから先生の言ってることしか私はやってません。なるほどね。なんとね。でもそれも僕の中では一般大衆向けって言ったんだけど、まあ一般的にはこうしてるからこうされたらどうですかとは言うんだけど、本当に違うじゃない、合格者にとって。いや稲田タイプもいれば、まあ、岡本さんみたいに過去問はずっと回してませんと、うんうん、で直前期になって2月とか3月になって初めてやり始めて2周して本番行きましたと。だからなんか、うん、提案はするんだけど、マストではないの、いつも言ってる時。人によって違うから、バックも違うし、だから例えば、稲田さんやったら、知財検定とかも持ってるし、うん、まあ、ある程度、分かってる人の部類なのかなっていうのもあるし。いや、でも私、最初受ける時、衣装と実用信用の違い分かんなかったですよ。どっちも物品でされてる。あ、物品物品なのみたいな。まあ、物品物品だけど。あ、そうなんだ。で、まあ、言ったけど、基礎力になると、うん、本当に勉強時間減ったんで。え、そうなの？全然知らなかったですね。短期層の時？いや、あ、短期層じゃない。論基礎。論基礎の時。論基礎の時、論基礎の時はなんでモチベーション下がったの？ちょっと。書けなかった。イメージが分からなかった。つまんなかったんですよね。つまんなかった。失礼。違うんです、違うんです。論文というものがつまらなかったっていう、なんか知ってることを、ああ、そうそうそう、なんか淡々と書いて、ああ、そうそうそう、で自分の中ではもう分かってるのにそれをアウトプットしてみんなにこう説明する、そうしなきゃいけないし、しかもそう先生があの時期にちょうど合格発表で関西から70人受かってよって、うん、
70人あんだけ受けて関西から70人しか受からないのかと、うん、あでしかも一発合格者なんてもう関西で言ったらもう本当に一握りでほとんどいなもうこんなの空っぽないでしょと思ってすごい落ち込んでなるほどそういうのかぶってたんだそうなんですでその時に初めて自分がその弁理士試験に落ちる夢を見るっていうあ結構こう、うん、もう直接出るのねそうなんですそうなんです素直やな落ち込んでた時ですねもう何やってもしょうがなくねっていうでも逆に言うとだから今回の、まあ、稲田佐々木はい、山崎岡本ってこれ4人一発で受かったんですよ、はい、ものすごく勇気与えてる上に本当ですよだって全国で全国でねそうそう20人ぐらいしかいない中でいないいない京都校で4人しかも母数10何人しかそういない20人ぐらいしか20人いない優秀すごかったいや渡辺先生いや俺ではねいやいやいや渡辺先生ですよもうねあのだ今上もそれを聞いてだからやっぱり単純にいくと天文学的数字じゃないですか一発合格者って、5000人ぐらい受けてて20人でしょ、うん、もうそんなの出えへんこんな小規模クラスからでも4人受かってるでしょそう4人ですよ4人受かって1人は必須も受かってるでそうだからまあ実質5人そう5人ですよだからねもうなんかやればいけるのかなみたいないけますよなってるなってる、うん、よかったそれはよかったいやだからねこれも今年のクラスにも言ったけどその合格しないと僕に対する恩返しはないから合格以外の恩返しの方がない、うん、講師に対して講師お世話になりましたっていうのがあったとした時にはお菓子とか何かもらったとしてもそれはそれで嬉しいけれど真の恩返しはこれ受かってもらって同じ業界来てもらって、うん、っていうので一緒に知財支えていこうっていうのがしかないだから今年はもうすごくいっぱい恩返しまあ、このクラスもそうだし、うん、あの今まで溜まってた人も結構分かったことですよ、うん、そうですよね、うんまあ、みんながそれでこうねなんと時間を超えて同期になるでしょまた受かったらそれで同期とか、ね、あ、そうですね、それで研修してってなるのが、うん、なんかちょっと面白いというか、うん、でこっちに入ってくるんやと逆に言うと今度はね会った時はもう登録してたのが僕は先生扱いするからだってもう同等だもんそうですね、うん、いやでもそういう先生そういう考えを持った先生見つけてよかったなって思ってますよ私はなんか褒め殺しやな、うん、褒め殺しやと思うけどね分かんないいやで分野によってはもうだって僕より詳しいところがたくさんあるし今まで受かった人が話聞いたらそんなしてあるの難しそうなことやってあるねみたいなもうなんか、うん、もう本当になんかでそういうふうにこういろんな分野でこうガッと第一線でやってるって聞くと嬉しくなるよかったです。いや、僕、今ここにこういうポジションだから偉そうに喋ってるけど、それはやっぱり得て増えてあって、もう年間で言ったら衣装もやってないし、でそれでいくと、もう衣装専門にやってますって先生だったら、そういう実務の話聞くと面白いもんね、やっぱね。そうなんだって。で、また技術分野も全然ね、僕、また知らないとやってないところだから、なんかまたね、そういうのでこう集まれたりとかしてさ、あいいですね、京都校の OB、OG 会、うん、あいいですね、やっちゃったりしたら。めっちゃ面白そうだね。いやもう受かるための勉強から脱出したんで。そうだね。うん、興味のあるところ、ね。うん、そうですそうです。はい。でそのスランプに陥った時の話をちょっと聞きたいんですけど、はいはいはい、なんかその克服方法とかありました。こういう風になっちゃって、うん、なんとなくそのまま時間にこう委ねて、まあ、消えるのを待つでも一つだと思うんですよ。で僕は映画見に行ってたんですよ。当時は。レイトショーとかナイトショーとか1000円ぐらいで10時とか12時ぐらいから映画やるとかってもともと小説とか本が大好きだったけどあれ時間かかるから読みますと、はい、で受験だけやると心が乾くじゃないですか分かる本当に一人で勉強しちゃうと受験仲間が、まあ、いなかったりすると僕はもう途中からそうなっちゃったから、はい、その時に、まあ、せめて映画ぐらいは見とこうかと自分の感受性ぐらい自分で守れって茨城に言ってたけどそうやなって思うね、だからそれでそれぐらいだったスランプちょっと今日調子悪いから映画でも一本見ようかな、はい、で行くぐらいだっただかそういうのがあるのかなと思ってだから論文の時例えばこうなったでしょ、うんうん、なりましたじゃあ人に話聞いてもらうとかさ、まあ、まさにそうですね誰に家族を利用し家族受験仲間を利用し、うんまあ、その時ばかりは先生ではなくて、うん、
まあ、そういう、なんだろうな、周りの人間、すごい身近な人に言って話を聞いてもらうみたいな感じでしたね。でもまあそれもだからあれだよね、その受講生同士が近いからこそ。あ、そうですそうですそうです、まさに相手のね人柄とかも分かるから、はい、相談したりとか、まあ、逆に稲田だったらこれぐらい言っても大丈夫だって分かるし、ね、そうなんですね、うん、もう岡本さんとか秋月さんとか、うん、もうすごいお世話になってるんで、あ、精神面で、秋月さんはあれだったね、うん、人の面倒見のあれだったね、そうですそうです、そう、僕も頼ってたところがあったからそうですと、まあ、不安になったら勉強するしかないんで、うん、勉強で払拭するしかない。できる？それ勉強、不安であった、不安な精神状態なので、うん、やれる。だってそれしかやることないですもん。し、あ、その辺は強いね。そう、姉がもう、うん、今は不安かもしれないけど、まあ、できないことを確かめて、まあ、そこをこうできるようにしてっていうのを、まあ、繰り返すっていう、ただそれだけだよって言われる。あ、単純にそれを繰り返せば合格するだけだから、うん、そんな何を悩むことがあるんだいみたいな感じだった。すごい、うんうん、だから稲田姉妹は、うん、賢いねいや、すごい、いや、普通の人は不安ってこう抽象的なぼやんとしたお化けみたいなんで止まるの、うん、それ因数分解するよちゃんと、ね、何が不安 でどうしたらこれできるかってバラすでしょちゃんと。でそれ因数分解できない人多い、不安でもうやめてしばらく構造立ちからこう遠のいたらそのままフェードアウトとかっていう人多い、あ、でもう追いつかへんしなみたいなっていう人が多いけど、うん、まあそういう、まあ、基本的にでもそういう人が受かるんだろうねそのちゃんと、なるほど、だって侍でしょ修行って全員でしょ、一人で生きていくのが基本だ、今は企業の中で勤めてる人多いけど基本は一人で、一匹狼でやってて売り上げ取ってって食ってくるんですよ、うん、のになんかもう不安でもう無理っすみたいなやつは受かってほしくないし受かんないと、だからまあそういう意味では、うん、まあ、しかるべくっていうか受かるべく人が受かったんだなって、うん、そうですね、稲田さんにしても他の人にしても、うん、自分でセルフプロデュース能力があるって思って、まあそういうスランプ克服の工夫というかまあすごい工夫ではないけど、もう人に話を聞いてもらうっていうシンプルなことなんでしょう、ね、好きなことやったのかな、大元に戻るとやっぱりその東京も好きだったでしょ、うん、好きでしたねだって先生も教えてくれたんですよ、こうやって条文を持って、うん、これからは条文がお友達お友達だよって先生が言ってたんですよ、言ったけど あまりここで言ってなんか京都校の人ってみんななんか知財を愛する愛する愛するっていうよねってすごい突っ込まれるんですよね、いやでも基本的にやっぱ好きじゃないとその人のことをもっと知りたいってなるでしょ、恋愛と一緒恋してあなたのことをもっと知りたいのってならないとPCT ちょっとねこうするとやっぱりそういう反応されるじゃん、足切られたとかそうですね例えばねって思うんだけどね、分かんない、人と同じというか対物的に、対物的か対人的に考えた方が勉強対象喜ぶでしょ、東京ありがとう僕に興味を持ってくれてる分からんけど、でそうすると点が伸びるからとかそういうふうには思わんけど、そんな、まあ、いやとか思った特徴だと思いますよ、うちのクラス時代愛する、うん、そう大事だけどね、じゃちょっともう時間が来たんで、はい、最後はあれなんですけど、今年ですね、平成30年の節目 で、はい、で来年は平成じゃなくなっちゃうんですけど2019年だと、でちょっと弁理士をやりたいって思う方に向けて、はい、まあ、これを見てる方はほとんどそうだと思うんですよ、30年とか今度の言語知らないですけど、平成じゃない言語で受ける人がいた時に、まあ、その人たちに向けて何かメッセージをいただけたらなと思うんですよ、最後に。あ、今から始める人ですね。今から始める人でいいです、今から、まあいいですよ、両方でも、今から始める人でもいいし、うん、その今ちょっと頑張っててちょっと例えば足が遠のいてて、うん、もう一回ちょっと勉強し直そうかなっていう人も結構いるので、そういう人でもいいですし、あれですね、もうこれから始めようかなと思ってる人に対しては、まあ、初学者は渡辺先生を選んだ方がいいと思います、ね、うわ、いや本当に思うんですよ
はい、私宮崎さんという、はい、受験生がいるんですけど、はいはい、宮崎さんとも話した結果、なんか初学者はまずは文系の先生に習った方がいいっていう、うーん、2人で結論を導き出しました。そういうことですね。なるほど。そうですね、初学者はじゃないと、その全国の20人受かった一発合格者の中から4人ここから出てるっていうのを考えると、やっぱ初学、しかも今回初学者ばっかりじゃないですか。全部初学者一発だね、はい、本当に一発だよね。いや本当に真の一発、その条文の、まあ、細かい意味合いだとか、うん、その他の民法とか他の知識もありつつも、中での初学者にも教えてくださってるわけで、なんかその中で1年学ぶっていうのが良かったんじゃないかな。やっぱ文系もそう、そう、能富先生もね、文系、あ、能富先生も経済学、はい、うん、確か経済か経営か、そうですね、うん、なんかやっぱ文系の先生に教えてもらうのがいいんじゃないかなっていうと、なるほどね。でクラスの規模で言えば、まあ、こういう近い距離で、うん、もうほぼもう授業が終わったらマンツーマン、マンツーマン、もうすぐ帰れない、そう、そうですよね。ちょっと待ってなって質問質問で、全然いいんだけど、だからそういう環境の中で初学者の人は学ぶべきだと思うし、まあ、選べるんだから、確かにね、うん、本人たちが選ぶ先生を選ぶべきかなっていうのを、まあ、これから勉強する人たちには言いたいですね。うん、ちょっと追加で、今年担当受けるあともう3月、4月しかないわけですよ、うん、に対して何かメッセージありますか。もう100何日、もう数えられるくらいですね、100何日しかない。もう覚悟を決める、もう遅いんですけどね、なんか先生に最初に会った時に、うん、早く弁理士試験を受ける覚悟を決めなさいって言われて、あ、言った、そうなんです、それは言った、まあ、まだ遅くないので、もう覚悟を決めてない人も覚悟を決めて、さっさと決めて、うん、で、まあ、後悔がないように楽しく勉強すればいいんじゃないですかね。あ、難しいこと言うな、うん、後悔がない、でも楽しく、そう、ね、後悔しちゃうかな。いやもう、まあ、直前期はずっと考えてたの、後悔したくない、後悔したくない、後悔したくない、あ、この1年楽しかったのに後悔したくないって、うんうんうん、まあ、その気持ちを持って最後まで走ってほしいですね。わかりました。じゃあちょっと時間も来てしまったので、はい、一旦ここで終了とさせていただきますけれど、はい、まあ、またこの動画が好評だったらちょっと第2弾とか、ね、わかんないですけど、くだらない話ばっかりしちゃったけど、不評だったらここまでで、まあわかんないですけど、はい、まあ、ちょっと今度会う時はわかんないですけど、いつになるかわかんないですけど、はい、まあ、もしかすると登録されてるかもしれないですけど、そしたら先生、あ、登録はしますよ、もう、はい、会った時にもかもしれない、わかんないですけど、まあ、頑張っていただきたい、はい、はい、まあ、じゃあ以上で、合格者対談終わりなんですけれども、まあ、せっかくなので、もしこれで興味を持たれた方に関しては直接京都報告までお越しいただいて、まあ、ガイダンスとかですね、あとは、まあ、事務局の方でもしっかりしたスタッフいますので、まあ、説明等を受けていただいて、まあ、自分に悔いのない選択をしていただけたらというふうに思います。はい、今日も今日はありがとうございました。あ、ありがとうございました。これで終了させていただきます、はい、またやりましょう。はい。